えー、思春期に入るくらいまでというのは非常にやっぱり70年代から80年代の,その前半のもうオーディオの絶頂期ですね小学校高学年ぐらいからもう中学生それで高校生っていうところで、えー、目覚めましたでまあ他にもいろんなことやってますで基本的にあの結構科目にものを作ってしまうのでやっぱり理系ではあったかなって あと当時、えー、と雑誌なんかでも実は漫画であのエンジニアのこう何て言うんですかねものづくりの漫画なんかが某雑誌なんかで載っかってましてそれではこんなかっこいいまあもうやっぱりかっこよく撮られるんですよね漫画がね。私が入社させていただいたのがパイオニア株式会社という会社 です。そこで、えー、初めからまああのアンプの音響ですねの設計開発携わっていただいて、実は結構 LSI なんかの設計開発であったりとか電源の開発であったりとかいろんなことを、えー、させていただきました。えー、2007年ですねこのテクニカルオーディオデバイスラボラトリーズがまあ会社として発、えー、足した時から。 TAD の設計担当しております。えー、私が一番初めにえっ、ー、と手掛けさせていただいたのが、えー、s s c d CD プレイヤーの、えー、TAD で600になります。この製品に携わる人っていうのはなんだかんだ言って DNA はみんな同じ方向でえっ、ー、とやってる人間ですので、もちろんだからあのエレクトロニクスだけじゃなくてスピーカーについてもそうですしね。はいそういう意味では。 あの方向性っていうのはあんまりぶれることはないとは思いますでも楽しいからそうやって続いてきてるっていうのがあるんだと思います、うん、本当に好きなのでっていう、うん、そこはだからもう本当にプロフェッショナルな、えー、と方々っていうのの教えもあってそういうのを脈々とね、えー、ずっと続けてきているっていうとこですね。 えーとルーツはですねそれはそれは意外と古くてですね1937年パイオニアの中で、えー、ダイナミックスピーカーを、えー、ユニットですねスピーカーのこのユニットを、えー、開発あの販売始めてずっと歴史的にやってまいりました。でその中で本当に最高のものを、えー、手,がけと手がけようということで、えー、とプロジェクトが 発足したのが、えー、1975年です。で、そこでテクニカルオーディオデバイスというまああのブランド名で、初めはプロフェッショナル用のスピーカーユニット、それからドライバーユニットというのを、えー、設計開発スタートしております。で、まあ一番初めにブレイクしたのがですね、その4年後ですね、えー、とイーグルスの あのーワールドツアーでえーその弊社のスピーカーユニットまあ当時はパイオニアから販売しておりましたけれどもそれを一気に使っていただいてえと輸送する時にもう全然タフに耐えてかつ音がいいでこれってどこのそんなあの装置を使ってるんだっていうようなことがワールドツアーの最後の方ジャパンでえと話題になりましていやこれは TAD っていうブランドだ それどこの会社だっていやパイオニアだっていや自分の国じゃないかみたいな話になってそこであの放送局含めてバシバシとこう導入進みましたそのスピーカーを鳴らす革紙の,の方の装置ですねエレクトロニクス要はアンプとか当時はだからえっと プレイヤーといってもターンテーブルとか FM チューナーっていうところがあったんですけれどもそちらもやっぱり本腰入れて始めてた頃ですエクスクルーシブというブランドになりますエクスクルーシブのスピーカーシステムそこで使われているユニットですねスピーカーユニットそれはもう本当に TAD のブランド名の付いたスピーカーユニットを使ってコンシューマーの方を進出していったと そんな中でも2003年ですね TAD の,あのバッジのついたコンシュマイ用の、えー、スピーカーシステム、えー、モデル 1M1 という、あのー、スピーカーがドーンと出ましたそこで弊社のこのスピーカーのコア技術である同軸のこの 2A ですね CST と呼ばれる同軸の 2A を使った M1 だったんですけれどもこれをもっとやっぱり価格に向けてっていうことで2007年にいよいよリファレンスワンというスピーカー,えーリリースいたしましたそれと同時に TADLaboratories というえ会社が発足してそのリファレンスワンを鳴らすためのまあエレクトロニクスっていうのの開発設計をスタートすることに至っております。だからブランドとして でえー、と世に出て、えー、今年2020年でちょうど41年ですね。でまずコンセプトですね。あのー、弊社の、まあ、ホームページなりブランドブックの、まあ、表紙にも書いてあるんですけれども TADTHEArtistic i n t e n t インタ a c t というまああのー 意訳す,るとです、ね、その音楽家の思いをそのままにっていうようなものになるんですけれども、まあ、あの出来上がった作品ですね、まあ、あのパッケージメディアであったり、まあ、ファイルだとこう手でやりようがないんですけれどもあの、まあ、作品、えー、もちろん演奏者だけではなくてそれを えー、レコーディングするエンジニアであったりとかミキシングするエンジニアマスタリングするエンジニア皆さんの,そのやっぱりこの作品をどうやって仕上げようどうやって、えー、と伝えようっていうものがあると思うのでそれをきちっと、えー、出してあげるっていうような意図で、えー、作ってますもちろん、あのー、装置の方でねこう雰囲気をやっぱり出して、えー ああるる程度のカラををつけけてあげてげ感動を届けるそういったブランドもありますもちろんやっぱりそういったところでもね感銘を受けたりするのでどっちがいいとかではなくって、あのー、皆様やっぱり受ける方、あのー、オーナーの方であったりとかねあの聞かれる方の、あのー、主観にはなるんですけれども僕らはやっぱりそのままを出してあげると。 いうところを、えー、頑張って、えー、やっております。それがまあ一つ大きなコンセプトにのります。それとですね、まあ、世界的な立ち位置というところではですね、研究開発からいろいろやっております。なのであの音の入り口からその出口までっていうのを一気通貫で、えー、自社でやって てるまなあの会社ではあるかなと思います。そこがやっぱりあのまあ世界的にも珍しくて我々としてのあの大きなあのストロングポイントじゃないかなと思います。リファレンスシリーズというのは我々のそのまあ社内でのあの行動なんですけれども、X C シリーズって実は言ってるんですね。クロスセンチュリー。 の意味ですえー、まあ世をまたいでそのもう標準となるような、えー、製品をリリースしましょうということで作っております。基本となるところをきちっと押さえて王道の、あのーまあ、技術であったり材料であったりそれから設計手法っていうところを登場、あのー、して リリースしているものとなりますそれと、えー、エボリューションシリーズに移りますエボリューションシリーズこちらはですね、まあ、あの文字の通りでエボリューションあの進歩性とか革新性とかそういったところを何、えーまあ、て言うんですか、ね、コンセプトとした、えー、シリーズとなります。 ただもう本当に何て言うんですかね技術的な最先端をどんどん追い求めているわけではなくてそれを採用しているわけではなくてあのきちっと音質的にもやっぱりこのクラスにそうし技術っていうのを取り込んでの製品ラインナップとなります。スピーカーの場合は実はあの革新性のある機能としてはあのポートの形状ですね。 バイディレクショナル ADS ポートといった形で弊社スロットと呼ばれているダクトをあの設けたあのまあバスレフ型の,あのスピーカーシステムなんですけれどもエボリューション 1TX それからコンパクトエボリューション1それからマイクロエボリューション1といったラインナップこちらの方がエボリューションシリーズのスピーカーシステムとなりますね。 あのまあ言葉の流れがございます。それはでも実はあの言われたのは目標として言われたのはねすごい古くて1975年のプロジェクトが発足した時あの外部から顧問の方をお呼びしてあのその方がおっしゃった言葉です。やっぱり基本に忠実な技術こそ本物の技術ですよでかつあの技術志向に傾くことなく。 音質を最優先する技術こそやっぱり本当の技術だよっていう話を受けてそれってものすごくあのやっぱり今現代だからこそ最先端になっていくからこそ僕らってちゃんと何て言うんですかねこう守っていかなきゃいけないなっていう言葉なんですね。 技術志向に傾くことなくっていうところですね。昨今、どうしてもやっぱりあの性能値要は数値を追い求めてしまう傾向にあるとは思うんですね。で、材料もこうやって日々進化してで、やっぱり純度なんかが上がったりとか精度が上がったりで、それってやっぱりテクニカルにはものすごく優れています。だからきっとちいいに違いないって絶対。 思うんですね、ただそれいいに違いないし使えばいいのは分かってるけどもはてそれを使ったから DAD の目指す音が実現できるのかっていうとちょっとやっぱそこはまあ違う。でこれはもう本当にどんなブランドそれからどんなあの産業どんなカテゴリーのエンジニアも何となく分かっていると思うんですね。あのやっぱりそれ使って でもああれっていう時が絶対あるで僕らはやっぱりそこ技術志向に傾くことなくっていうのはあくまでもその,あのマテリアルであったりとかサーキット技術回路そういったところっていうのは何て言うんだろうな手段なんですよね目的を通ったあの達成するための。でこの技術を使ったらあ TAD の目指す音のここにやっぱりビンゴだヒットするって。 いうのがやっぱり見えたら、やっぱりそれをあの採用しますし、あの使ってみようかなと。ただ、それでもあのバランスを取るとあれやっぱこれいいんだけど、近いんだけど、ちょっと違うかな。みたいなのもあったりもします。まあ、だからそこのそのバランス感覚ですね。あの音質最後に tad のその。 方向性に見合う、えー、技術っていうのをちゃんとあの手段まあ材料として使うっていうところをきちっとこうあの心に留めて設計開発するでそれは最終的にはあのなんていうんですかねその設計してはい終わりじゃなくって生産する時のあの生産にやっぱり向いてもう非現実的なことをどうしてもやれないことが ありますよね、変な話グランドをちゃんときっちり取るのに溶接しましょうとかそんなのはありえなくってやっぱりそういったところもあのちゃんとバランスよくこうやってあの締結するべきだとかそういったとこ含めてきちっとその技術志向に傾くことなく我々は音質を求めていくそれが TAD の,そのやっぱり求めるっていうかベクトルの合う。 ことをちゃんと、あのー、やっていこうというところがやっぱりコンセプトというか何、まあ、て言うんですかね、あのー、<laughs> もうお題のこうこ言葉みたいな形であります。